手袋ゴミ箱の中で燃やすか。ゴミ箱の中で燃やす？あ、ここバレないかな、大丈夫かな。くずかご、手袋を燃やす。デーモンとセラに合わせない代わりにお前がやった悪さもみ消してやるみたいな、そんな感じかな。これ木製のゴミ箱ちゃん、やばくない？やべ、窓には触んない方がいいな。セコム来ちゃう。処分したようだな。よし、それで証拠品を処分したところで部下の誰が垂れ込んだのかも教えろ。え？お遊びは終わりだ。心当たりは垂れ込み屋はいなかった。お遊びは終わりな。俺が俺の言うことを聞いてもらおう。誰なのか教えろ。お前の問題を自分だけで解決できるなら別だがな。誰がデイモンのことチクったか、どっかに情報あるかな。おママから見えるやん。手下に垂れ込み屋がいるってことだよな。この部屋に何か情報がないか調べてみよう。はい。ママ今夜帰れない、ごめん。夕飯作って待ってるよ。何時頃帰れそう？待たなくていい。クロエ、ただでさえ家族の時間が取れてないのよ。よかったレイチェルも一緒にどう？大歓迎だよ。もうなんだこれ、告発するってあるけど。町のチンピラどもか。こいつでいいか。適当に適当に選ぶわけにもいかないし、慎重にならないと。T シャツ売りの顔写真、サンダーの顔写真、シェルドンの顔写真。シェルドンってなんか聞いたことあるよな。シェルドン、ちょっと、ね、事件報告書もう一回見たいな。デーモンメリック、あ、現場に合わせ匿名の人物ってなってるからわかんないのか。3888でしょ。この辺とかないかな。本当にデイモンの野郎が野放しにならなきゃいいけどな。3888、なんか事件のファイルないかな。調べる。フランクがデイモンを売るとかありえないな。フランシス・バワーズ。前科は付帯教材だけか。しょぼ。へえ。薬物売買不退去の疑いで2006年5月23日から同年5月25日までアルカディア米警察に拘留。前科ありかよこいつ。あ、これ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 、こいつ工場で絡んできたやつだ。協力的。デイモンが知ったらなんて言うかね。シェルドン・パイク、前月に逮捕歴がありますか。はい、いえ。はいの場合、日付と罪状を記入。前月の収入は1775ドル。非常に協力的、チェックインミスなし。こいつか、シェルドン・パイク。こいつやな。ここにあいつの経歴全部書いてあんだな。シェルドン、あ、これも今後の捜査に協力。それって垂れ込みも含まれるのか。被告人である私は下記を申し立てる。罪状、盗品の不法売買。私は自分の権利を理解し、自由意志によってそれを放棄します。ん？事件番号1284の08。
かんなくなってきたぞ。こいつ工場で絡んできたやつだ。協力的？テイモンが知ったらなんて言うか。保護観察家、保護観察官、オリバールサフォード、非保護者。なんか保護されてますよね、シェルドン・パイク。バカだからさ、文章の意味がようわからんねんけど。今後の捜査に協力？それって垂れ込みも含まれるのか？ジェラルド・スコットかシェルドン・パイクか。どっちも写真あったらどうしよう。シェルドンの顔写真、あ、シェルドンしかないかな。じゃあシェルドン告発するか。デイモンの言ってるタレコミ屋はこいつのことか。ぽいよな。デイモンの言ってるタレコミ屋はこいつのことか。サンダーって誰？工場に入れてくれたし、いいやつなのに。あ、T シャツ売り、T シャツ売ってくれなかった私に。ファイヤーウォークの T シャツ売ってたやつだ。こいつもなんだ。へえ。まあ、シェルドン告発しましょうか。お前が嘘をついてない証拠は？しぶてえな、こいつ。保護観察官。やつは毎週保護観察官と会ってる。何を話してるんだろうな、クソ。あの野郎痛い目に遭わせてやる。助かったよ。あとは報酬の受け渡し屋の金を持ってる証拠を見せろ。その後に、その後に待ち合わせ場所を教える。金って、なんだよ。金やな。いくら万円ですか。俺から盗んだ金を全額だ。盗んだ金？その金もう用意してあんだよな。あるとしたらどこだ。お金、なんかおがくずってなんだこれ。この後ここに何かを隠したのか。うん、穴が開いてる。うおー、札束。はあ、マジかよ。やべえ。すげえ大金だ。そりゃデイモンもせっつくよ。やばー、とゲームといえど札束見ると和風なっちゃったよ。現金な女、現金なだけにね。いいだろう、女は今こんな感じだ。セラだ。あ、工場にいるのか。あの野郎何する気だ。前作の拘束されたマックスを思い出すね。すぐに向かう。もだもだすらない、急げ。この女イラつくんだよ。ジェームズ、あんた何やってんだよ。ジェームズ、時間はあるよな。デイモンは金を手に入れるまでセラには何もしないと思うけど。くそ、急がなきゃやばい。クロエ、エリオット、あ、びっくりした。なんで入ってきてんだよ。なんでいるんだよ。見つかったかって思った。こっちのセリフだ。レイチェルの家だぞ。だからなんでいるの。いつつけてきたのか。つけてきたの。病院からつけてきたの。そうだよ。様子が変だったから。何が。そっちこそどうかしてるだろう。普通じゃないぞ。うん。待って。それは、あ、取り合うのかこの金。触んなよ。頼むから首突っ込まないでくれ。なんだよそれ。なあ、一体どうなってるんだ。ほっといてくれ。じゃあこの間にジェームズ帰ってきたらどうすんだよ。なんでだよ。ちゃんと説明してくれよ。
ここにいられると困る。私のことどう思ったっていいけど、ここにいられると困るんだ。時間がない。またか。は？時間がない、そればっかじゃん。レイチェルのためなら飛んでいくくせに。君はレイチェルに騙されてるんだ。いい加減。おいお前、あいつの本性に気づけよ。レイチェルの悪口言うの許さんぞ。ほっといてくれ。ダメだ、今日は。あー、めんどくさい。もうレイチェルのせいで災難続きだろ。分かったようなこと言うな。ライブの夜のこと覚えてるか。喧嘩に巻き込まれて。そうですな、レイチェルは助けてくれたんだよ。レイチェルは助けてくれた。適当なこと言うな。君がそう思ってるだけだ。え、何？違う、そういう言い方するとまるでレイチェルが。次の日は二人で授業をサボって、なぜか彼女はお咎めなし。そして君は。お咎めあったよ。舞台に出させてもらえなくなったよ。まあ、結局は出ることになったけど、自分で選んだことだし。私が自分で選んだことだ。レイチェルはかばってくれたのに。でもやっぱり最後はレイチェルだけが得をした。うるせえよ、何がわかんの。しかも嫌がる君を無理やり舞台に引っ張り上げて。いい加減にしろよ、頼むから。ちょっと黙れ。僕はずっと黙ってた。もう、レイチェルは女優なんだ。舞台から降りても仮面をかぶってる。君は違う、レイチェルに操られちゃダメだ。まあそれ嫉妬から来てるだけだろうが。それは誤解だ、全部自分の意思でやってて。そう？考えてみなよ。学校にも行かず犯罪者とつるんで不法侵入までどうかしてる。間違ったら失礼しました。君が刺されてたかもしれないんだ。そんなことになったら。お前ストーカーだよって。その言ってることがストーカーみたいだぞ。あ、怒らせちゃった。ストーカーは嫌がる相手につきまとうやつだ。君は僕のことを嫌がってたのか。今のお前は嫌だ、エリオット。僕は君が大事なんだ、うん、でもレイチェルはそう思ってないんだって。何が言いたいんだよ。僕をないがしろにするな。レイチェルにはもう構うな。こういうやつ無理だわ、もう。まあ、でも落ち着かせるか。頼む、エリオット。落ち着いてくれ。なんで分かってくれない。君のためなんだ。物に当たるやつダメ、本当に。え、助けを呼ぶ？ちょ、久しぶりだな、バックトークやんの。エリオットに気づかれないように、警察呼ぶしかない。僕が、クロエを支えたんだ。マックスもお父さんもいなくなった時、僕だけが。とことん話し合おう。僕の言うことを分かって。いや、場所が悪すぎるでしょ。ここ人の家やで。こここいつは刺しそうだもんな、逆上して。いいよ。バックトークでは相手の言葉をよく聞き、関連した言葉で言い返そう。関連した言葉ね。ここで何してた？話してくれ。何してた？ここってつまりアンバーさん家でってこと？自分が何をしてるのか分かってるのか。レイチェルは危険だ。レイチェルは危険、危険、危機が迫ってる。その通りだよ。認めたくないけど、私に
危機が迫ってるのは確かだ。よかった、分かってくれたね。助けたいだけなんだ。助けたい、助けが必要。確かに助けが必要だ。頼むよ、助けてくれ。大丈夫だよ、僕はどこにも逃げないから。逃げない、逃げ出したい。もう逃げ出したい。でも出口が塞がれてる。あ、これ勝ったかな。囚われの身だ。よく正直に言ってくれたね。でも安心して、僕は君の味方だ。何があっても。うぅ、ちょ、やめろや。お前恋さかっただけだろ。警察だ。落ち着いて。あ、ここにいる理由を聞かれるだけだ。大丈夫。どうすんの。僕が話すから。クロエは心配しなくてもいいよ。助かるよ。そのありがとな。じゃあな。エリオットを犠牲にして逃げるクロエよ。あ、ちょっとなんかバックトーク、やっぱあれか、関連する言葉だけを選んでいけばいいのか。なんかその場の雰囲気でいろいろ答えてきたけど、よし、逃げられた。さて、デイモンに会って金を渡してセラと会う。ジェームズだな。ジェームズの裏の顔をね、ちゃんと知りたいですよね。よし。まるで別世界だ。レイチェルの怒りが爆発したせいで。ああ、これあれか、火事の現場か。レイチェルを騙してた。うん、今だって騙してる。うん、完璧な父親なんていないよ。ああ、パパか。いいことと悪いことがある。パパだってクロエを守るためなら何でもしたさ。ねえパパ。ん？私に嘘ついたことある？ママにあげた手作りの灰皿を褒めてくれた時とかじゃなくてさ、もっとその大きな嘘をついたこと。私が傷つくようなこと。どう思う？ついてないと信じたいけど。ついてないと思う。つく必要ないから。そうだよね。パパを嫌いになるか？ならない。ならないよ。どうしてそう言い切れる？ママがデイビッドを好きになるとは思ってなかっただろ？タイプが全く逆だもんな、デイビッドとウィリアム。質問の答え、本当に聞きたいかい？聞きたい。聞かせてよ。残念だが無理だ。まあまあ、そうですね。最後はパパと決別するのかな。生きてるうちに聞きたかった。生きてるうちに聞きたかった。
パパとの関係にひびが入ってもかい？いなくなるよりよっぽどマシだよ。ダメ、曲を決めるのは私だから。レイチェルのためにデイモンのとこ乗り込むとか正気か？やばいだろ。クソやばい。パパがいてよかった。消えてほしくないのか？いや、付き合ってよ。パパに見ててほしい、私の本気をね。デイモン怖いよ今から。今回いい感じですかね。ちょっともう少ししたらやめよう。もうパート20近くまで来たな。おお、フランクのキャンピングカーもあるな。ここか。あれって血だよな。え、大丈夫だったのかなフランク。あれからフランク、おい、やばくないかこれ。待っててくれ、後で必ず助けを呼ぶから。ひぃ、この中にいるのか。セラはどこだ。よし、ということでじゃあ今回ここで終わりにしておこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。